皆さんこんにちは。フィリピンダボー情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全国とダボー地域の情報についてお伝えしていきます。まずはフィリピン全国の新型コロナウイルスの感染者情報についてです。今日はですね、6月23日と24日の両方のデータをご紹介いたします。フィリピン全体の情報ですね。はい、まずは6月23日こちらです。はい、感染者がですね、なんと一番まず下の中央から見ていただきたいんですけれども、1150人。これは新規感染者の数となっています。はい、これが非常に大きく、報道されていましたね。6月23日のものですけれども、はい、1000人、新規感染者が1000人を超えました。まあこれ、別の動画でも紹介してるんですけども、この1150という数字はその上にあるですね、361と過去4日、以上前に検査を受けた人にあなたは陽性ですよと、新型コロナウイルスの陽性ですよと確認して伝えられた数ですね。はい。そして上の789というのはここ3日以内にあなたは新型コロナウイルスの陽性ですと伝えられた数ですね。その合計が1150人となっていまして、最近はずっともうこの4日以上前と3日以内に伝えられたことを確認されたというその合計の数字が新規感染者として現れています。1150人です。非常に大きな数字となっていますね。はい。それにより、一番上の大きい数字ですけれども、新型コロナウイルスのフィリピン全国の感染者の総数は31,825人となっています。急激なペースでですね、増え続けていますね。本当に心配です。はい。そして回復者は299人、こちらも多くなってますけども、増えて8442人が総数となっています。回復者の総数です。そして死亡者は新規で9人。それにより、死亡者の総数は1186人となっています。はい。そして1日明けて6月24日の数字ですね。同じく一番下が新規感染者です。470人となっていまして、一番上の総数が 32,295 人となっています。回復者は新たに214人出て、回復者の総数は8656人となっています。死亡者は18人出てまして、死亡者の総数は1204人となっています。まあこれに関してはもういろいろとね、言うことも多方面から言えることはありますけれども、まあ事実として感染者は増え続けているというのは間違いありませんし、まあ回復者、あれですね、2日続けてちょっと多めですけれども、まあそれでも、感染者総数に比べて回復者の数と、死亡者の数を引いてもですね、2万人以上はいますからね、現時点で陽性だとされている人ですね、データによって。なので、油断ができない状況がフィリピン国内では続いています。はい。規制もですね、続いていまして、まあ、以前、6月15日の発表によって、6月16日から6月30日まで、セブ州にあるセブ市が強化されたコミュニティ隔離、そして次がタリサイ市というところがですね、1段階下げていた、修正を加えた強化されたコミュニティ隔離だったんですけども、それが、タリサイ市からの要請と、あと国からの、承認によって、一段階下げられて GCQ、一般的なコミュニティ隔離となっていますね。なので、その下の一般的コミュニティ隔離、ダボー市、私が住んでるダボー市も一般的コミュニティ隔離です。で、それ以外の結構多くの地域はですね、その一番下のランクの、修正を加えた一般的なコミュニティ隔離となっています。まあ、それでもですね、全体的にコミュニティ隔離という外出規制が伴う規制が加えられていますので、今はですね、6月30日以降、7月1日からですね、どうなるかというのが、どの地域においても注目されています。続いてダボー地域の情報ですね。こちらは6月23日の情報となります。新たな感染者は1人ですね。右下のオレンジのニューという数字です。そして、感染者の総数は475人となっています。死亡者は出ておらず、31人のままとなっています。そして回復者は1人出ており、回復者の総数は303人ですね、となっております。ダボー市もですね、まあ、23日と22日は落ち着いていましたけども、それより前はやっぱ10人以上も出たりも していますし、人の行き来が増えていますので、感染者に関してはもしかしたら今後増えるかもしれないという可能性は引き続きあると思いますので、やっぱりこちらも同じく
油断せずですね、注意していく必要がありますね。そして本日のメインテーマですけども、本日はですね、フィリピンにある在フィリピン日本国大使館と、あとはあれですね、私が住んでいるダバオ市の、ダバオ市にある在ダバオ総領事館ですね、そちらそれぞれのホームページの情報についてお伝えしたいと思います。これ在留届を出している人はですね、メールが私の場合はダバオの総領事館から届きますし、それ以外の地域で出されている人はフィリピンの大使館、マニラの大使館からですね、新たな新型コロナウイルスに関する情報等が出たらメールで、お知らせいただいていると思うんですね。ただですね、在留届出してないとかメールが届いてないという方はホームページをチェックすれば最新の情報が確認できますので、今日はそれについてお伝えしたいと思います。まずはこちら、在フィリピン日本国大使館のホームページですね。これは普通に、検索をすれば出てきます。在フィリピン日本国大使館ですね。で、これが最初のページなんですけども、これの下に行くとこのようになっていまして、最新の情報がわかるようになっています。最新の、大使館または領事館からの発信についての情報がこのように羅列されています。ですので日付も書いてありますし、内容もタイトルで分かりやすくなっていますので、クリックすればですね、一番最新の情報が分かるようになります。そしてこちら右中央に領事事務所とあるんですけども、在セブ領事事務所と在ダバオ総領事館ですね、在セブ領事事務所の方はホームページは特になく、押したら連絡先と住所等が出てきます。しかし、在ダバオ総領事館の方をクリックしますと、このようなページが出てきまして、在ダバオ総領事館のホームページに行くことができます。こちらもですね、下の方に行きますと、最新の情報がこのように出ていまして、新着情報として、紹介されていますので、ダバオ地域にお住まいの方はこちら、それ以外の地域にお住まいの方は、先ほどのマニラ大使館、もしくは領事館から発信されている情報をですね、チェックされるといいと思います。で、ちょうどいい機会ですので、結構マニラ大使館で発表された情報はそのままダバオ総領事館で同じものが発表されたり、ダバオ地域特有のものはダバオ地域のダバオ総領事館のみの発信となっていることもあるんですけども、ちょうどマニラとダバオ同じ情報が、載っているものについて紹介します。一番新しい、マニラ大使館の方である6月23日付で掲載されているものですね。で、こちらにはですね、日本国厚生労働省はフィリピン航空が25日から再開を予定しているマニラ発中部国際空港行き定期便について、地元自治体の要請も踏まえ、同定期便で到着するすべての旅客について、空港検疫所で実施する PCR 検査の後、検査結果が出るまでの間、乗客を空港近くの宿泊施設に留め置く措置を実施することとしましたとあります。なお、宿泊にかかる乗客の費用、自己負担は必要ないとのことですと。結構、フィリピン関係の Facebook コミュニティとか見てますと、中部国際空港はいつ行けるようになるのかという、質問のコメントがあったりしたんですけども、今の時点では25日からフィリピン航空が飛ばすみたいですね。そして中部国際空港に行かれる場合は、すべての旅客について空港で PCR 検査が行われて、結果が待つまでは空港近くの宿泊施設に滞在しなければならないと。ただ費用は自己負担ではないということですね。そして成田国際空港、東京国際空港、羽田ですね。あと関西国際空港、大阪においては、PCR 検査はやはり行われるんですが、空港近くの宿泊施設に宿泊する必要はないと。結果が判明後、ご自宅で待機することができるということですね。ただし、ご自宅への移動には公共交通機関を使わず、ご家族やお勤めの会社等による送迎でのお帰りをお願いしますと書いてあります。はい。そして日本フィリピン間の航空便については、ニノイ・アキノ国際空港マニラにおける入国者数の制限などにより多くの便で変更が生じていますと。ご利用にあたっては各航空会社から最新の情報を入手するようにしてくださいとあります。これ実際にですね、ダバオからもマニラ経由で日本に帰りたいとずっと手配をしていた方が私の身近にもいらっしゃるんですけども、本当に毎週キャンセルになってましたね。はい、今は本数も限られていますし、急に飛行機がキャンセルになることが本当に頻発しています。なので、大使館のこのホームページでも多くの便で変更が生じているので、
飛行機を利用される方は各航空会社から最新の情報を入手してくださいと呼びかけています。そして、もう一つ紹介したいと思います。6月22日付の、これもマニラ大使館からの情報ですね。これもダボ総領事館からも同じものが出ています。こちらはですね、6月21日にフィリピン政府がフィリピンの国内移動、州などの内部移動及び州などをまたぐ移動についてのプロトコールフローチャートを発表しましたということで、プロトコールフローチャートなので、州をまたいだ、移動をするときにどうすればいいか。で、フローチャートこのように、イエスかノーかで、あなたはこういう立場にありますか、イエスノーで、辿っていけば、最終的にどういうものを準備すれば良いか分かるというフローチャートをフィリピン政府が発表しているという案内ですね。そして飛行機の国内線への搭乗、州の境をまたぐ国内移動等に関しては、原則として警察署で発給される移動証、トラベルパスとかトラベルオーソリティと呼ばれているものがあるんですけども、その移動証などの携行が必要になりますと。また航空会社発着地移動先の地方政府等から移動証以外の書類を求められる場合もありますと。詳細についてはご利用の航空会社関係の各地方行政機関等にご確認くださいと呼びかけられています。そして市やバランガイの単位で通常より厳しい隔離措置等が課されている場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分注意し、それぞれの地域の条例、指示等に従ってトラブルを避けるよう努めてくださいと。在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国にかかる規制、検査、検疫措置を含む等に関する最新情報にも引き続き注意してくださいと呼びかけられています。本当にですね、今、どうしても緊急の用事で日本に帰りたいとか、もうずっと日本に帰りたくて、なんとかこのタイミングで規制が若干緩まっているので、帰りたいとトライされている人が多いと思いますけども、まだ先ほども申し上げましたけれど、フィリピンではですね、規制が課されている措置です。しかも場所によって規制の内容が異なれば、バランガイとかその市の単位で、いや、うちの市をまたぐにはこれが必要ですって違ったりして、非常に煩雑、そして複雑な手続きが必要な場合があるんですよね。なので、移動する場合にはですね、飛行機のチケットたとえ買ったにしても、先ほど読み上げた警察署での移動証ですね、移動証の証は証明書の証です。トラベルパスとかトラベルオーソリティとか呼ばれているもの以外に、何か他に必要なものが求められる場合もあるということなので、もしですね、州をまたい、自分の住んでいる地域から、チェックポイントをまたいで、また空港を使って他の場所に行く方はですね、ここに大使館が呼びかけているように、地元の地方行政機関に確認をして、何が必要なのかと、そしてまた、到着する先ですね、そちらでも何が必要なのかっていうのを、とにかく調べた上でそれを揃えて移動するのが安全ですね。これもですね、ただでさえ移動が規制下のもと難しい中ですね、また役所とか行っても当然マスクは必要ですし、ソーシャルディスタンスを取りながらとか、また人がそういった場合はすごい混んでたりもする中で、本当に大変なんですけれども、何も準備しないで、例えばチケットだけ持って行ったら乗れなかったっていうことも、なりかねませんので、繰り返しになりますけれども、もし長距離の移動をされる方は、書類面に関しては十分に情報収集をされた上で、移動されることをお勧めします。というわけで、今日はですね、こういった情報が大使館のホームページを見ることができまして、時系列でちゃんと日付がついて、情報が載っていますので、もしこれをチェックしたことがないという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、必要に応じてチェックをされたらいいと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。